考え方変わるとね、行動絶対変わるんですよ。何が問題なのかっていうと、元に戻るのはなぜなのか。これは何か理由があるんじゃない？考え方を変えようなんてよく言うんですよね。そうすれば行動が変わるっていうんだけど、考え方が変わると行動は変わるんだろうか。これちょっと考えてみたいと思うんですけども、考え方があると行動変わりますかっていうと、ね、なんか本当にってよく言うんですけども、実際そう簡単じゃないんじゃないのか。例えばこの TOC で言うと、つながりとバランス気になる仕事の流れの中でどっかに制約がありますということだったですね。で、それでつながりバランス気になると制約があるんで、制約に集中すれば全体に効果をもたらしますよって言ってるわけです。素晴らしい成果をもたらしますよ。で、なぜならばシステム全体のパフォーマンス制約で決まるからということで、これ言うとですね、もうみんな、あ、目から鱗でその通りって言って、制約に集中して助け合うというふうになって、そうすればみんなに成果をもたらされると思ってる。結構皆さん、すぐに、あ、なるほどと思ってやってくれます。これ、だって極めて常識ですよね。考え方変わるとね、行動絶対変わるんですよ。何が問題なのかっていうと、実は問題はすぐ戻ってしまうことじゃないでしょうか。あれ？いつの間にか元に戻ってるとかありません？一生懸命やって制約に集中で頑張ったのに、なぜか部分最適にまた戻ってると。なぜでしょう？これみんな理解してんのに戻っちゃう。こいつは分かってねとか。本当に？分かってるじゃん。こんな常識でこと分かんないやついないよ。いや、うちの会社は部分最適だからと言うんだけど、これ分かんない人いないでしょ。元に戻るのはなぜなのか考えてみたいと思うんですけど、これは何か理由あるんじゃない？この常識的なことができなくなるには何か理由がある。なぜでしょう？これやる前は何してた？部分最適のことしてたんでしょ？で、実はずっと分最適でみんなが一生懸命働けば効果が出ると思ってた。ね、事務所のパフォーマンス最大化するっていう方法いかない？そういった長年組織に住み着いた癖って簡単に治る。ね、癖は簡単にはならないってどうです？あのさ、癖を直すためにはっていうとね、ね、なんで言ったらわかるんだとかね、そんなこと言われたってって感じになりません？これ。なんで言ったらわかるんだとか言ったら、俺はダメだなんて思っちゃったりすることもある。じゃあ、これで解決するに近づくかって、そうでもなさそうだと思いません？実はさ、これさ、ゴルフとかさ、スポーツに考えたらどうかと思うんですよ。ね、昔からこういう癖があると。それ本読んだら、なるほどと思うんですよ。で、それをやっていくときに、やっぱりさ、癖が元に出ちゃいません？そう、簡単に癖はならないんですよね。癖になれば練習するのが大事だと。ね、なかなか癖のミスショットした時をどうするってあるんですよ。その時どうします？あ、またやっちまったって思えばいいんじゃないの？そんな、何と言ったらわかるんだって言えば、やっちまっただけなんですよ。癖が戻っただけで。これ、改めて思うと、それがチャンスになりません？やっちまったってことで、次はこうしようっていう。あ、そうだ、やっぱりこれがいけないことだってわかるっていう。だから失敗したことがね、より癖をね、直すチャンスにさえなるんだということなんです。我々こういった悩みについてですね、逆転の発想でうまいことやる方法ってたくさん持ってます。そういう意味ではですね、たくさんの過去も持っている我々皆さんを応援しますので、ぜひお問い合わせいただければと思うんです。無料ですよということですね。考え方があれば行動が変わるんです。でも組織に長年染みついた癖は簡単にはならない。新しい考え方が癖になるまで訓練を続けることが大事なんだっていうことです。そうなったとき、実は習慣とか文化とか規制概念が新しい常識に取って変わるんです。これ簡単じゃないですよ。その瞬間に競合他社に対する圧倒的な優位差になるんじゃないのか。しかも、このオペレーションっていうのは実は商品ではないですね。物を作るためとか、ソフトウェアを作るためとか、そういうためにやってる働き方が変わるんです。それ目に見えない。だから、目に見えない競争力。それ東京大学の MM ラシド藤本先生がおっしゃってたんですけど、実はこれは裏の競争力っていうことをおっしゃってました。まあ、ぜひ、こういったことについてですね、やっていくことによって圧倒的な競争力まで身につけることができるんだと。簡単でないからこそですよ。一旦身につければ、すごい力になるということですね。はい。金の字やりましたでしょうか。月曜日楽しみに開催しましょう。長年組織に過ぎた癖って簡単に治る。癖は簡単にはならないってどうですか。あ、またやっちまったって思えばいいんじゃないの。これ改めて思うと、だから失敗したことがね、より癖をね、直すチャンスにさえなる。習慣とか文化とか規制概念が新しい常識に取って変わる。その瞬間に競合他社に対する圧倒
的な優位さになるんじゃないですか。